どうも、みさこちゃん、ミーネットです。さあ、飛び盛り実況を続きやっていきましょうが、今回はですね、恐怖村の、いじめ村というね、村に訪れさせていただこうかなと思います。まあね、村の名前からして結構嫌な予感がしていますが、視聴者さんからリクエストいただきました。ありがとうございます。いじめ村行ってみましゅい。おーっす。というわけでやっで参りました。いじめ村ですね。まあ、聞いたことがないんで、ちょっと今回は紹介させていただこうかなと思いましてですね、やってきたわけなんですけれども、家が4軒。どういう順番で行こうか。こういう順番で行くのが一番良さそうなので、行きたいなと思います。タイツ。で、リングシューズ。よそ行きな服。なんでこれをチョイスした？着てみようか。女性物って感じなんだけど、すっごい女性物って感じだな。帽子はくれないのか。帽子はいただけないということで、じゃあ早速ルリさんのところから行ってみましょうか。そうだね、ルリさん。え、のんちゃん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 、なんでのんちゃん。暗くてよく見えないが、ちょっと読んでいきたい。先に話しかけてみるか。私は、謝らない。ああ、ルリちゃん、ルリちゃん。すべて、あいつに取られたかな。すべて、あいつに取られた、かな。漢字ではなさそうなんだよな。あいつかな。いやでもこの小さい部分が通なのかどうかだよね。すべてあいつに取られたかな？違うか？ルリに取られた。すべてルリに取られ、ルリじゃないな。飲んでもない。レイでもないな。あいつかな？ちょっと入ってから考える？一軒目から怖え、前デザ貼ってんな。なんだこの前デザ。血塗られてんのかな？顔かな？なんか顔っぽくない？顔血塗られてんのかな？そう待って、一軒目から不穏な空気出てんな。すべて、中に、取られた。ちょ、待って、霊かな？霊？霊？霊？いや、やっぱ霊じゃない？すべて霊に取られたじゃない？なんか霊っぽくない？この字。すべて霊に取られた。すべてレイに取られた。レイ。この子がレイちゃん。出して、助けて、パパ。助けて、のんちゃん。助けて、のんちゃん。ちょっと待って、めっちゃ血塗られてるけど。私はかつてお嬢様で、父が調子に乗り、何でも買っていた。そして、いじめられた。でも助けてくれた。盾か？私はかつていじめられていた。でも、ニュースになって、ここは読めないな。お嬢様で、お嬢様で助けてくれた。でも、事件と、呼んでいる？事件と呼んでいる？ニュースでこれを、ニュースでこれは事件と呼んでいる。いて。いてて、今読んでんだけど。悲しい。でも、私は、父、友達、いじめ、殺されるかな。この部分の、後に、うにゃうにゃってなってるから、多分これ、殺され、いじめ、殺されたで続くんじゃない？父と、もう一人が、友達がいじめてたってことでいいんじゃない？この家も、父が、プレゼントで買ってくれた？父からのプレゼントだった。この家は、お父さんが、その、レイちゃんに買ってくれたの？のんちゃんに買ってくれたのかな？ちょっと待って、どっちだ？助けて、のんちゃん。いや、違うわ、レイちゃんだわ。レイちゃんが、お嬢様で、お父さんがレイちゃんに、プレゼントした。お家っぽいですね。ありがとう。助けてくれて。私の身目は取られたの。
ミメ、私のミメ、ミメ、ミメってなんだ、私のミメ、右目かなって思ったんだけど、別に右目あったもんね。ここの家をプレゼントされるって相当金持ちだと思うんだけど。すごいな。待って、この家プレゼントされるって相当すごくね？あ？人肉鍋。なんか入ってんのか。ちょっと待って。それマイル座で乗せんの怖いんだけど。なんかが入ってるってことか。マジか。誰の肉が入ってるかだよね。そうなってくると。でも今のところ考えられるのはこの家の主なんだけど、じゃあちょっと上の方行ってから考えるか。多分この家のいじめられた女の子が、まあ、肉にされてんじゃないですか。お、のんちゃん、のんちゃん下になってんな。パパ、パパ、のんちゃんとパパが殺されてんの。逆に、逆に社会的に殺されたわけじゃなくて、本当の意味で殺されてんの。ちょっと待って。娘がお父さんとのんちゃんに殺されたのかなとか思ってたんだけど、待って、ストーリーが全然違う？俺の中で。予想しているの。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん。のんちゃん、のんちゃんやばいな。のんちゃんを、のんちゃんが多分友達なんだと思うんだけどな。この家自体が呪われてるぞ。マジか。全然違うな。のんちゃんが友達で、パパパパパパ。パパパパパパ。助けて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 。いや、これは間違いなく財閥とかの娘で間違いないはずなんだけど、でもすごいお金だな、本当に。こんだけ金持ってんのに、そんないじめる、狂ったパパになってしまったのかい？うわぁ、すごい、パパ、パパ、パパ。出して、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 出して。やっぱり出してほしいんだよな。ちょっと待って、パパと、パパののんちゃんに殺されたわけじゃない。のんちゃんは助けてくれたの？パパだけが、やばい人なの？待って、パパだけがやばい人で、のんちゃんは助けてくれた人なのかな？待てよ。待てよ、待てよ。あ、ちょっと待って。あ、右目やられてんじゃん。ありがとう。助けてくれて。待って、助かったの？レイちゃんは。レイちゃん助かったとしても、レイちゃんはいじめられてたわけでしょ？レイちゃんいじめられてて、あ、のんちゃん、死んでるわ。のんちゃんがさ、右目、私の右目は、これ絶対右目じゃない？いや、でもこっち左か。こっちから見たら右だけど、別にレイちゃんから見たら左目だもんね。目を移植されたの。で、殺された？逆にこっちが？のんちゃんが？のんちゃん助けた側じゃないの？あ、ちょっと待って、逆か。違うわ。父が、このお嬢様に、すごい買い物をしてあげてたんだよな。調子に乗って、何でもかんでも買ってあげてて、で、それでいじめっ子に、いじめられてたところを、お父さんと、この子が、のんちゃんが、助けてくれたんだけど、そのいじめっ子に殺されたんじゃない？いや、多分、そんな感じだと思うんだけどな。俺の予想によれば。つまり、父とのんちゃんはめっちゃいい人なんじゃない？これ何なの？この、鳥みたいなやつ。これ何の前でさ？どっから見ても、あんまり、これだっていうピンとくるものがないんだよな。じゃあ、いじめっ子誰なの？いじめっ子は誰？エリコ、エリコ？二つの私？二つの私？でも、いじめっ子いるよね、絶対。この二人が、助けてくれたんだったら、じゃあ、のんちゃんと、お父さんが助けてくれたんだったら、いじめっ子いるよね。
じゃこの子がいじめっ子ってことなのかな。いじめっ子だろお前絶対。なんか見た目いじめっ子っぽいぞ。ごめん、だから許して。やっぱりこの子がいじめてたんだね。でまさか死ぬとは思わなくてこんなことになってしまったんだな。私は謝らない。あ、この子もいじめてたんだ。ルリちゃんとエリコちゃんがレイちゃんをいじめてたんだね。で、ノンちゃん助けてくれたけど、ノンちゃんを殺されたと。ダメじゃないですか。まあね、いじめなんて本当にこの世からなくなってしまえばいいなと思っているわけなんですが、そんないじめ村 2E0000AFC331 になっておりますということでね。まあ、この世からいじめがなくなることを祈っておりますということで、今回はこの辺でお届けしましょう。じゃあの。